どうもマイスティービーです。ついに恐れていたことが起きてしまいました。この S3 壊れてしまいました。まあ、見た目だとわからないと思うんですけども、何がどう壊れているかと言いますと、まあ、今からお見せしますけども、ギアがね、まあ、この自転車って基本的にオートシフトなんですよ。なんでギアがね、スピードなんかによってガチャ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 変わるんですけども、まあ、それってあくまで適正なギアに入るっていうやつなんですね。ところが今のこいつは乗ってるともう毎秒のようにですね、漕いでる時はガチャ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 鳴ってしまうんですよ。ちょっとお見せします。ガチャンガチャガチャガチャ、わかりますか？これはオートシフトの頻度じゃないんですね。もう毎秒のように変わってしまうので、で次じゃあどうしようかなと思って、リセットをしてみたいと思います。リセットしました。もう一回走ってみましょう。ガチャンガチャガチャガチャ、はい、もうギアがまともに入らないですね。困りましたね。これまともに遠く行けないです。もう一つね、最終手段ってわけじゃないんですけども、このアプリのねアップデートで、カスタムっていうか、何ですか、オートシフトじゃなくてマニュアルシフトにできるようになったので、今からちょっと設定変えてみます。今マニュアルシフトにしました。これにするとこのターボブーストのボタン2回押したりしない限りは基本的にはギアが変わらないんですね。先日幕張行った帰り、浅草橋着いたあたりからねこうなっちゃってずっと乗りづらかったんですけども、あ、変わんないかな。今ちょっと軽すぎたんで手動でギアいじってますけども、手動ギアは生きてますね。じゃあ次ギア一切触りません。ガチャンガチャン、あ、ガチャン、あ、ダメだ。ギアが変わり続けるっていうよりかはなんかギアがちゃんとはまらないっていう風に説明した方が適切かもしれませんね。ちょっとねこの自転車ね、あんま一回降りてから説明しよう。カスタムギアにしてもやっぱりダメでしたね。ギアがガチャ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 変わってしまいますね。でこの自転車なんですけども、あ、ここちょっと開いちゃってるけど、この辺ね開けていろいろ見るってことが容易にできないので、まあでも一回こうネジ取って一回ギア周りチェーン周りちょっと見てみようかなと思います。もし同じような現象が起きてたっていう方がいらっしゃった場合、ぜひね情報共有していただけると嬉しいです。で僕バームウーフの方にも問い合わせ、あんまり直んないようだったら、まあ修理に出すことになると思うんですけどもね、問い合わせしてみようかなと思ってますので、今後もね、今後どうなるのかっていうのはまた動画なり、まあ、ポストなりで共有していきたいと思います。いやーこれだと全然遠出もできないし、しばらくはメイトバイクで出かけることが増えそうですね。ってことで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。